阪神甲子園球場です。神戸対横須賀、この試合の模様をお送りいたします。神戸の先発は右の港川、横須賀の先発は右の牧田、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の港川、マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターはエマ、第9投げた、ボール。第2球投げました、ストレートはストライク。第3球は見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ナックルカーブ見送ってボール。第5球投げました、打ちました、センターフライ、飛距離は取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番鴨川、背番号3。第9投げました、初球はストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、直球見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んでから投げた、危ない球。第4球を投げた、ラックルカーブ、見逃し三振。バッターは3番奥、第9投げた、決まってストライク、いきなり150キロ。第2球流し打ち、どうだ、ロック、そのままベースに入ってスリーアウト。港川、今日は上々の立ち上がりです。横須賀、スコアボードにゼロの文字が入ります。右の脇田、登板です。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、神戸攻撃に入ります。トップバッターは江崎、投げた、ボール。投球これから2球目、見送ってストライク。第3球を投げた、3球目空振り、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げました、もう。第5球投げました、ナックはボール。第6球を投げました、外れた、フォアボール。先頭バッターにフォアボールを与えます。バッターは2番熊野、投げました、危ない球。第2球投げました、ストレートはボール。一塁牽制、タッチセーフ。第3球は江崎、スタート、ストライクになった、ボールに盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、掴みました、三塁は、三塁タッチはセーフ。横須賀、なおもピンチが続きます。バッターは3番棚橋、横須賀、ここは外野フライも避けたい場面です。さあ、次の投球、ムービングファーストはボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、外れた、ボール。第5球投げた、見送ってボール。次が6球目、打ちました、1、2塁間のゴロ、1塁送球、神戸まずは1点先制、1対0。投げた、アウトロー、ボール。投げました、2球目ストライク。投球はこれから3球目、打った、右中間へ持っていきましたがヒットになります。クラーク、いいバッティングを見せました。バッターは5番ロック、初球外れても、第2球投げました、低め見送ってストライク。第3球を投げました、ナックはボール、インコース低め。次は4球目、これは上がりすぎたか、レフト落下点、これは平凡なレフトフライ。
取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回が終了しまして1対0、横須賀先制点を奪われています。2回の表1点を追いかけます。横須賀攻撃に入ります。この回のトップバッターは尾上。1球目ストライクから投げました。ナックルカーブ見送ってストライク。第3球を投げました。流し打ち、ロック交代、切れていきます。ファール、投げた、危ない球。第5球投げた、インコース高め、空振り三振。最後は151キロストレート。バッターは5番アリム。投げた、変化球ストライク、外角高め。第2球投げた、ボール低め。投球は3球目投げた、まっすぐ空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、打った、流し打ち、一塁線切れてファール。投球これから5球目ボール、インハイへ。第6球を投げました、空振り三振、2者連続三振になりました。右バッターボックスは6番岡、投げました、決まった、ストライク。第2球投げました、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、岡ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから同点のランナーが出ました。投げました、打ちました、初球打ち、ライト前進、掴んで、これでスリーアウトになります。一塁ランナー岡残塁に終わりました。2回の表が終わって1対0、神戸1点リードは変わりません。2回の裏、神戸攻撃に入ります。この回の先頭バッターは花村、インコース高めストライク。さあ、次の投球投げた、ボール。第3球を投げた、危ない球。第4球は空振り。さあ、5球目打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、エマ軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番スマ、危ない球、横須賀ここは引っ張りに警戒します。さあ、次の投球投げた、ボール。投球は3球目投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、ムービングファースト空振り、タイミング合いません。さあ、投球は5球目投げました、外角外れてボール。さあ、6球目直球外れた、フォアボール。バッターは8番鈴谷。第1球決まってストライク、初球ストライクからインコース低め、ボール。第3球を投げました、ストレートに送ってストライク。追い込んでから第4球を打った、いい当たりだ、ライナー、センター前クリーンヒット、センターからセカンドへ、二塁セーフ。鈴谷、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ボールを掴んだ、三塁送球、サードフォースアウト、セーフ。ダブルプレーはなりません。送りバント失敗、横須賀なおもピンチが続きます。初球を打ちました、これは内野フライ、取ってこれで3アウトチェンジ。ワンアウト一塁二塁のチャンスでしたが、得点には至りません。2回が終了しまして1対0、神戸現在1点折り。3回の表1点を追いかけます。横須賀攻撃に入ります。先頭バッターは三隅。投げました、直球ストライク。第3球を投げました、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ナックルカーブ、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク。第2球、これは引っ掛けた、サード右横のフライになりました。サード落下点に入りました。
取りました。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰ってエマ。第1打席はセンターフライに倒れています。高めいっぱいストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、打ちました。第3球もう。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ショート右アウト、スリーアウトチェンジ。横須賀三者凡退に倒れました。3回の表が終わって1対0、神戸1点リードは変わりません。神戸この回は2番からの好打順、トップバッターは熊野。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げた、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げた、打った、鴨川取った、鴨川一塁キャンバス踏んでアウト。バッターは3番棚橋、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。ナックはボール。第2球危ない球、第3球を投げました、ムービングファースト見送ってストライク。第4球を投げました、インコース引っ張った、三塁線ライナー破った、クリーンヒット、レフトからセカンドへ、棚橋ツーベースヒット。バッターは4番クラーク、これが2度目のバッターボックス。横須賀ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、アウトロー空振り、追い込んでいます。次は4球目、危ない球、2塁へ牽制を送ります。2塁タッチはセーフ、投げました、打った、ショートバウンド、ボールを取った。エマうまくさばいています。横須賀なおもピンチが続きます。インハイへ変化球ボール、投球これから2球目、低め決まってストライク。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、ショートから一塁送球、ミスに軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。ツーアウト三塁のチャンスでしたが得点できませんでした。序盤終了しまして1対0、神戸。このゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは鴨川。第1球投げた、初球を打った、打球はセカンドの左、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番奥、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。バッターの足元、第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク。投球はこれから3球目、真ん中決まってストライク。投球これから4球目、膝元空振り三振、最後は149キロストレート、投げた、初球決まってストライク。1球目ストライクから第2球投げた、打った、取りました、これで3アウト。港川ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。4回の表が終わって1対0、神戸1点リードは変わり、4回の裏神戸攻撃に入ります。トップバッターは花村、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げました、打ちました、ミスにボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番須磨、最初のバッターボックスはフォアボール。初球ナックル空振り、横須賀ここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、ボール低め。投げました、インコース低め空振り。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、一塁送球、岡うまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番鈴谷、今日2度目のバッターボックス。投げました、ムービングファーストはストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、危ない球。
第4球を投げた、打ちました。鴨川下がっていった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。脇田この回ピシャッと3人で抑えています。4回の裏が終わりまして1対0神戸現在1点をリードしています。5回の表横須賀攻撃に入ります。この回のトップバッターは有田、今日の第1打席はスイングアウト。第2球、2球目ストライク。第3球、流し打ち、1塁線わずかに切れてファール。投げた、変化球、空振り三振。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。初球空振り。第2球、投げた、打った、流し打ち、1・2塁間へ、1塁へ送る、港川取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。投げました、初球から打ってった、ピッチャー返し、抜けた、砂川ナイスバッティングです。さあツーアウトから同点のランナーが出ました。バッターは8番三隅、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました、直球ストライク、アウトローへ、一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、打ちました、セカンド右、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。港川ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。5回の表が終わって1対0神戸依然1点リードして、神戸この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー港川、バッターの足元投げました、2球目空振り。第3球を投げた、アウトコース高めいっぱい、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール。投球これから5球目、危ない球、投げた、ムービングファースト、見送ってフォアボール、いきなりフォアボールを与えてしまいました。第9球投げた、あーっとショーフライになった、ファール、ボール。投げた、ストライク。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、スリーバント、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球、一塁アウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。見送ってボール。第2球投げました、ボール。肩越しにランナー見た。第3球を投げました、インコース低めいっぱい、ストライク。第4球を投げました、見送ってストライク。投球これから5球目、空振り三振。右バッターボックスは3番棚橋、今日3打席目。まずは2塁牽制、2塁タッチセーフ、投げました、初球見送ってストライク。第2球投げました、危ない球。第3球を投げた、空振り、追い込んでいます。第4球は打ったに当たりだ、レフト前クリーンヒット、レフトバックホーム、棚橋いいバッティングを見せました。横須賀なおもピンチが続きます。左バッターボックスは4番クラ、第9球アウトコース低め、ナックル外れてボール。第2球投げた、決まった、ストライク。投げた、外れた、ボール。一塁へ牽制球を送ります。次が4球目、投げた、4球目空振り。次が5球目、打った、三遊間、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ランナー一塁三塁残塁。前半が終わりまして1対0神戸、この回無得点です。
ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターはピッチャー脇田、投げた初球はストライク。まずは決めてきました。第2球見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました。見逃し三振、港川3球で仕留めてみせました。バッターは代打千野。第9投げました、ボール。第2球2球目ストライク。投球はこれから3球目。ナックルカーブ決まってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打ちました。花村掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番鴨川、今日は三振とセカンドゴロ。第9投げました、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました、打ちました。棚橋ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、一塁セーフ、セーフ、セーフ。リプレイをご覧ください。バッターは3番奥、今日はファーストゴロと三振、見送ってストライク。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、見送ってボール。投球これから4球目、流し打ち、どうだ、1、2塁間への当たり、港川取ってアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー鴨川残塁に終わりました。6回の表が終わって1対0神戸、依然1点リードを保って、さあここは守備を変えてくるようです。6回の裏神戸攻撃に入ります。この回の先頭バッターはロック、あっと行った、一直線入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもレフトスタンドへ、初球を持っていかれました。2対0リードを2点に広げます。さあチームメイトからも祝福を受けます。先ほどのプレーです。右バッターボックスには花村、今日はセカンドゴロとショートゴロ。投げた、ナックはボール。第2球投げた、打ちました。取った、ピッチャーから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番須磨、今日はフォアボールとサードゴロ、ナックはボール。まずはインロー。第2球投げた、ボール低め。第3球速球決まってストライク。横須賀ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。次が4球目、投げました、打った、ライトへの打球掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。ランナーは8番鈴谷。第9投げました、ボール。第2球空振り、少し迷ったか。投球は3球目、投げました、内角低め、ボール。第4球を投げました、打ちました。1、2塁間のゴロ、尾上ボールを取る、セカンドから1塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。中盤まで終了しまして2対0、横須賀1点を奪われています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは尾上、今日は三振とセカンドフライ。さあ次の投球、投げました、打った、アルボール。追い込んで投げた、1球外してボール。次は4球目、投げた、打ちました、三遊間へのゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番アリ、ここまで2三振といいところがありません。ボール。さあ次の投球、投げた、空振り。投球は3球目、投げた、ストライク。
第4球を投げた。149キロ直球、空振り三振。バッターは6番岡、これが3度目のバッターボックス。ボール。投球これから2球目、打ちました。これはセカンド正面、花村掴んだ。一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。港川ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。7回の表が終わって2対0、神戸2点リードは変わりません。7回の裏、神戸ラッキーセブンの攻撃。先頭バッターピッチャー港川、初球ムービングパスと空振り、タイミング合いません。1球目空振りから第2球投げました。もう第3球を投げました。空振り、追い込んでいます。次は4球目投げました。ナックはボール。第5球投げました。危ない球。次が6球目投げました。打った、セカンド左抜けるか。一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って江崎。第9球見送ってストライク。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番熊。第9球投げた、低めの変化球ボール。投げた、2球目空振り。第3球を投げた、3球目ストライク。追い込んでから投げた、打ちました、いい当たり、レフト前ヒット、クリーンヒットです。熊野ナイスバッティングです。バッターは3番棚橋、今日4度目のバッターボックス。投げました、ナックル見送ってストライク。第2球投げました、外角低めいっぱいストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、アウトロー、空振り三振。7回までが終了しまして2対0、神戸ラッキーセブンの攻撃は0で終わりました。8回の表、2点を追いかけます。横須賀攻撃に入ります。この回の先頭バッターは砂川、初球決まったストライク。第2球投げました、ナックルカーブ見送ってボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、打ちました。砂川いいバッティングを見せました。左バッターボックスは8番三隅、今日は三振とセカンドゴロ、ボール。一塁牽制、タッチはセーフ。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。投球これから4球目、ボール。第5球投げた、ジャストミート、破ってった、ボールは中継、ミスミ、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第9球投げた、外れた、ボール。投げました、ストライク。第3球を投げました、ボール。さあ4球目打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、ファール。さあ5球目危ない球。第6球は低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。初球見送ってストライク。第2球投げました、打ったい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、江沢いいバッティングを見せました。神戸なおもピンチが続きます。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面、ナックルカーブ見送ってボール。さあ次の投球、打った、痛烈な当たり、センター前クリーンヒット、センターバックホーム、三塁ランナーホームイン。神戸大事なイニングで追いつかれてしまった。
しまいました。2対2。港川ここは踏ん張れませんでした。身長差を欠いてしまったか。同点の場面映像でご覧いただきましょう。港川降板。ここでマウンドに上がったのは西宮。一打負け越しのピンチで登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、打ちました。初球打球はサードの左、三塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。8回の表が終わって2対2、横須賀同点に追いついています。牧田降板、マウンド上は峯岸、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球、投げました。初球はストライク、まずは決めてきました。第2球、投げました。見送ってストライク、これで追い込みました。追い込んで投げた。もう第4球を投げた、打ちました。いい当たり、ショートバウンド、一塁へ送る。尾上軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番ロック、これが4度目のバッターボックス。初球高速スライダー空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げた、アウトコース高め、高速スライダー外れてボール。第3球は決まった、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げた、打ちました。バットの先っぽ、1、2塁間へ、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番花村、今日4度目のバッターボックス。投げた、ツーシーム見送ってストライク。第2球空振り。第3球は一つ外した、ボール。投球これから4球目、完全に外れた、ボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。ピンチヒッターは天王寺。第9球見送ってストライク。第2球ランナースタート、キャッチャー二塁へ送球、キャッチはアウト、盗塁を阻止しました。4番セカンド、外野は長打を警戒します。初球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、外角高め見送ってストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げました、もう。第4球を投げました、外角高め、空振り三振。右のバッターボックスは5番アリ、今日はここまで3打数ノーヒット3三振。投げた、ストレート決まってストライク。第3球打ちました、これは打たされてピッチャーフライ、マウンド前方掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。投げた、決まってストライク、タイミング合いません。第2球投げた、打ったに当たりだ、花村ボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。横須賀三者凡退に打ち取られました。9回の表が終わって2対2、現在同点です。峯岸降板、マウンド上ピッチャーは豊岡、今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げた、初球を打ちました、ピッチャー返し、バット取れない、天王寺ナイスバッティングです。さあノーアウトでサヨナラのランナーが出ました。神戸ダイソー投入です。
美濃田一塁に入りました。バッターは8番鈴谷、今日はここまで3打数1安打。初球見送ってストライク、まずは決めてきました。一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投げた、ボール。投球はこれから3球目、ボール。投球これから4球目、投球ボール。二塁送球はどうだ、盗塁を許します。ランナーを詰められてしまいました。横須賀外野は浅めの守備を取ります。見送ってフォアボール。さあこの勝負でゲームが決まってしまうか。横須賀外野は浅めの守備を取ります。投げました、高速スライダー、ボール。第2球、空振り、少し迷ったか。投球は3球目、投げました、スクリューはボール、アウトローへ。第4球を投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ。豊岡取った、アウト。横須賀なおもピンチが続きます。第9球、スクリューはボール。投球これから2球目、打ちました、尾上、ボールを取る。セカンドから一塁送球、アウト。バッターは2番熊野。横須賀一打サヨナラのピンチを迎えています。第2球投げました、ボール。インコース高め。第3球は外角高め、外れてボール。次は4球目、投げました、打った、一二塁間への当たり、セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。豊岡見事に流れを断ち切りました。西宮降板、右のエルマ、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9球、見送ってボール。第2球、投げた、ストライク。第3球は打った、痛烈な当たり、棚橋ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9球、投げた、インコース低め、ストライク、タイミング合いません。投球これから2球目、危ない球。第3球を投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げた、打った、レフトへの浅いフライになった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。代打は国立に代わりまして、第9球背番号5、投げた、ボール。第2球、投げました、外角低め、ボール。投げました、ストレートはストライク。投げました、決まった、ストライク。第5球、投げました、打ちました、抜けた。栗たち二塁を狙う、栗たちツーベースヒットを放ちました。神戸ピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。打順は1番に帰って江澤、横須賀一打勝ち越しの場面を迎えています。第2球、投げました、流し打ち、これはファースト正面、ロック、一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。二塁までランナーを進めましたが勝ち越しはなりませんでした。10回の表が終了して2対2同点です。豊岡降板、右の吉高、今日4人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。第9球、投げた、ストライク。
第2球。2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、打った、流し打ち、一塁線いい当たりですが右に切れていきます。投げた、低め、空振り三振。最後は146キロストレート。投げた、もう投げた、2球目ストライク。第3球はボール。第4球を投げました、打ちました、レフト前進、左中間へのヒット、クラーク、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトからサヨナラのランナーが出ました。バッターは5番ロック、今日5度目のバッターボックス、ボール。投げました、ムービングファーストはボール。第3球決まってストライク。次は4球目、投げました、打ちました、ショートの右、ゲッツーコースだ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。延長10回の裏が終わって2対2、現在同点です。エルバー降板、左の山口、今日4番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第1球投げました、ストライク、初球ストライクから。第2球投げました、スライダーボール。第3球を投げた、外れた、ボール。投球これから4球目、空振り。投球これから5球目、見送ってボール。第6球を投げた、シュート、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、初球はストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから、投げた、いいハイ、空振り、これで追い込みました。第3球は空振り三振、山口見事なピッチングです。バッターは4番尾上、これが5度目のバッターボックス。初球外れてボール。投げた、空振り。投球は3球目、投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、危ない球。第5球投げました、打ちました、花村バックしていった、センター前のヒットになります。尾上ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから勝ち越しのランナーが出ました。右バッターボックスは有馬。第1球ランナースタートを切った、キャッチャー二塁送球、間に合うか、二塁はセーフ、ランナーを詰められてしまいました。神戸外野は浅めの守備を取ります。第3球を投げました、3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打った、ファースト左横のゴロ、ロック、そのままベースを踏んで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。得点圏にランナーを送りましたが、勝ち越し点は挙げられませんでした。延長11回の表が終わって2対2同点です。延長11回の裏、神戸攻撃に入ります。先頭バッターは花村、横、初球を打った、ファルボール。投げた、真ん中ストライク、タイミング合いません。投球は3球目、投げた、1つ外してボール。第4球は顔の前通過。投球これから5球目、
けた。花村、いいバッティングを見せました。さあノーアウトでサヨナラのランナーが出ました。先ほどからダイソーで途中出場しています、バッターの美濃田。第9花村走った、ボールを二塁へ送った、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。リプレイをご覧ください。第2球投げた、外外れてボール。第3球ボール。第4球を投げた、打ちました、三遊間のゴロ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番鈴谷、今日はここまで3打数1安打。投げた、初球打った、サヨナラか、サヨナラか、ダイレクトで当たった。鈴谷ナイスバッティングです。さあ2アウトからサヨナラのランナーが出ました。先ほどのプレーです。バッターは代打芦屋。第9投げました、インコース高めストライク。さあ次の投球、インローギリギリいっぱいストライク、これで追い込みました。追い込んでから投げました、打った、掴んで、これで3アウトになります。ランナー1塁に残塁です。延長11回の裏が終わって2対2、現在同点です。山口降板、右の恵比寿、今日5番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。12回の表、横須賀攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡、今日はここまで4打数1安打。第2球投げました、打ちました、三遊間の当たり、破ってった。岡いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは7番綱川、今日はここまで4打数2安打。変化球ストライク、低め。第2球決まった、ストライク。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、打ちました、ショートオーバーヒット、ボールは中継、綱川ナイスバッティングです。神戸ピンチを迎えます。さあこのゲーム最大の見せ場となりました。神戸外野は浅めの守備を取ります。第2球投げました、打った、ファウルボール。第3球を投げた、アウトロー、外れてボール。振り返って二塁牽制球、投げた、ボール。二塁牽制、二塁タッチはセーフ、投げた、ボール。第6球を投げた、ストライク、見逃し三振。ピンチヒッターは大曽根に代わりまして、大曽根背番号。第9初球空振り、少し迷ったか。さあ次の投球、高め決まってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目、1球外した、ボール。投げた、打った、引っ張った、ファール。第5球投げました、ストレートはボール。さあ6球目、打ちました、いい当たり、よく取った、2塁送球、セカンドフォースアウト、セーフ、1塁はセーフ、ダブルプレーなりません。打順はトップに帰って江沢、横須賀一打勝ち越しのチャンス。初球ストライクから、引っ張った、レフト線にボールが飛んでいますが、これはヒットになります。神戸リードを奪われました。ランナー二塁でストップ、江沢タイムリーツーベース。神戸なおもピンチが続きます。恵比寿ここは踏ん張れませんでした。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。今日2本のヒットを放っている鴨川。第9投げました、ムービングファースト、見送ってストライク。
第2球投げました。ボール。投げました。打ったいい当たりだ。レフト前クリーンヒット、ホームイン。横須賀さらに1点追加。さあリプレイです。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、奥、まずは一塁牽制、タッチセーフ。投げました。見送ってストライク。第2球打った。一二塁間のゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。延長12回の表が終わって4対2、横須賀2点勝ち越しです。吉高降板、マウンドに上がったのは岸本。今日5人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。第9、1球目ストレート空振り、伸びのあるストレート。初球空振りから打った、痛烈な当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。江崎いいバッティングを見せました。バッターは2番クマ、シュートはボール。まずはアウトロー。第2球投げた、打った、これはいい当たりだ。二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。勝利まであと1人。投げた、外れた、ボール。第2球投げた、低めいっぱい、ストライク。投げた、ストライク。さあ次が最後の投球になるか。第4球を投げた、見送ってボール。第5球投げました、あっと引っ掛けた、追った、掴んだ、一塁送球アウト。ゲームセット。神戸悔しい敗戦です。本日のヒーローは鴨川、今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4対2神戸2点差で敗れました。勝利投手は吉高、敗戦投手は恵比寿、そして西武は岸本、神戸残念ながらあと1本が出ませんでした。気持ちを切り替えて次のゲームに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。